4勝3敗という感じですね、うん、非常に安定してますよね、まあ、勝率 50% 以上、ね、はい、キープしてますからね。さあ来ました、本日第8節第1試合最終戦大将戦となります。 1P 側がトキド、そして 2P 側がカズノコです。見ていきましょう。最初に触りにいっているのはカズノコですが、立ち合いキックに対してマック、ジャストパリ、距離も離れていたんでリスクが小さいジャストパリでしたね。さあ時々うまくジャストパリをきっかけに画面端まで押し込みました。ボディ波動も噛み合うが、まだ決定打となるような一打は両者当てられていないが、ここでバウト、そしてうまくストライクに対して下がっての大パンチ、うん、さあ時々はスタンをうまく誘発させて、ゲージが溜まる寸前だったんで、もうさっさとスタンさせてしまおうと。さあカズノコ、切り返し OD はガードされてしまいました。これで時とまずは1ラウンド先制。カズノコ、まあかなり苦しい状況だったんで、当たれば1が入れ替わるんだけど、とりあえず1回打ったっていう感じでしたね。さあこのラウンドでがうまくカズノコ端からは脱出成功、逆に画面端を背負わせて打撃タクで時と崩す。おー、差し返しの形になった。これはしゃがみ中パンチですかね、うん、あー、いいジャンプ。さあこのジャンプからオーディ陣内使うか、陣内に行く。さあこれは2ゲージ払って時の一応お守りで1本残しておく感じですかね。これとこれ投げがすかってしまった。さあカズノコ、これの体力リード、うまく釣る形の動きを取ったんですが、フーリガン釣られず、さあ、時のこれで大チャンス、しかし、ここでおっと、打っているカズノコ、まあ勝負どころ、まあ勝負どころ、1ラウンドそれで負けてるんですけど、勝負どころ、すごいですね、これがやっぱりちょっとこのカズノコの魅力ですね。さあ、これで1試合目、最終ラウンド。両者とも SA ゲージは2ゲージ保持しています。トキドが、まあ、さっきの、ね、画面足のコンボで S2 を使ったのがポイントですかね。でゲージは温存できている、はい、さあ投げ抜きを押す中足、かなりトキド先端が狙えていますね。うわっ、あ、つまんない。おっと、これはストライク、この一番でさあ一気にカズノコダメージを取りつつ画面端に追いやった。ゲージはまた1本残してくる。いや、しかし地獄車で時の自分のチャンスに変えてきたが、インパクト、これ対策だ。さあ、このインパクトからどうする。これ2本たまらない、ギリギリ2本には至らず、だから投げ圏内ですかね、これは。来たー、ここで投げ圏内だからこそのオーディストライク、飛んで降りてきた。飛んごり、飛んで降りる、飛んで降りて10ってやつですね。はい、あ、さあでも本当にいいところで飛んで降りましたね。いやー、あのね、ストライクの数が立ち合いかなり減ってるように見えたんですけど、そうですね、中足に打つ、はい、時の中足もめちゃくちゃ良くて、でそのそういうストライクは全然なかったんですけど、もうちょっと勝負ところの、そうですね、はい、まあ自分が当てて有利になるような、ガードされて有利になるような打ち方じゃなかったんですけどね、密着の読み合いの一つ選択肢として使っていってですね。さあ、カズノコ1試合先制、時とも強気にいったんですが、はい、いや、無敵技当たる回数がどんどん増えてきてるカズノコ。さあ、残りのドライブゲージは2つ、いやですが中距離も差し合いも仕掛けてきますカズノコ、そのままリーサル。ちょっとこう中距離飛び出窮屈になってきましたね、もうすでに。そうですね、1試合目は割と本当にいい先端中足打てていることが多かったんですけど、ちょっとそれが減っている、カズノコが側の方がその距離の調節ができている。さあ、時々うまく地上の触れ合いがね、いいジャストパリ、ジャストパリをきっかけに爆発から、はい、さあ2ゲージ使ってドライブゲージ重視、次のラウンドを見て、打撃タクで崩しましたが拾い直し失敗、大差し返す、カズノコこれで画面端です。それでも、まあ、状況的には時々は、まあ、リードができている感じですかね。カズノコはドライブゲージ回復にこのラインを使っているので、はい、さあ時々はふんだんにラッシュキャンセルで
画面端を背負わせに来ましたが、この入れ替えができているんでね。タッチキック追いやっていきます。あ、打ち、さあ、時の飛び通してしまった。さあ、これインパクト、シンプルに来た。いや、これゲージ溜まるぞ、次で。さあ、これはリーサルを見てきた。あっと、さあ、これは残ったドライブゲージ、3ゲージ溜まります。マジか。さあ、一気にこれ2試合ストレートで獲得、カズノコ。いや、この2試合目は時のペースに見えましたけどね。特にこのラウンドですよね。はい、インパクトによって、まあ、ゲージが溜まって次で、まあ、自分の体力2500未満な、何だったんだってなるんですよね。もうなんかぬるかったんじゃないかみたいな、その辺も含めて、ね、見ていただけると楽しめると思います。さあ、インターバル明けです。時戸、どんな修正を図ってくるのか。マッチポイントは数の子が握っていますが、対照戦。さあ、まずは注目はこの打撃戦でしょうか。うまく中足を起点に触りに行きますが、両者ともしのぎましたね。はい、まあ、ラインを押し上げられてるんで、時戸としては悪くないでしょう、この状況。さあ、止めると前捨てしたところを打撃で止めてきた数の子。伸ばして横押しする。そしてシミ成功。さあ、これで画面端気づいた。さあ、もうどこのペースなんだか。いつの間にか数の子が何やっても取っている。さあ、時戸なんとか前ジャンプで逃げたが、これはもう足りません。ちょっと待って、全部読み勝ちました、今の試合、今のラウンド。さあ、数の子圧倒的強さ。あ、ついに。さあ、しかしうまく時戸投げを匂わせて、ここからチャンス。加速に対して遅らせ、ね、なるほど、まあ、強い連携。さあ、画面端の数の子投げは捨てているようですが、打撃暴れに対してカウンターヒット。でもパジーシャームジャックパンチでも打つ。さあ、うまく打ってきません。切り返し、インパクト。さあ、これは3ゲージ溜まりました。あと2回ちょい投げさせてもらってって感じですかね。受ける。ここは画面端から脱出をまずは優先した時戸。こうならば時戸はやっぱりしっかり決めたいですね。いやー、ちょっと危ない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 。これは危ない危ない危ない。どうだ、そのまま CA ですが、足りるか。ダメージが500上がっている。リーサルいけるか。ジエンジエンドカズノコ読み合いを制しきりました。フェイタルカズノコツイスター来ましたね。さあ、ということで大将戦、まさかのスコア、サイクロプスアスリートゲーミング大阪大将戦、カズノコ選手。